別れの言葉はなしか、リプトン。フルスピードで飲まれるのが俺の人生だった。だからお前は俺に依存していた。俺も同じだったから。はい、どうも皆さんこんにちは、エルニーニョです。ということで今回なんですけど、皆さんね、私は今慣れてます。ちょっとマジでやばい、ちょっと本気でやばいんだって。これカメラ傾いてるでしょ、ほらほら、あ、おんねえじゃねえか。もうね、ツイッターの DM、インスタの DM、YouTube のコメント欄、いろんなところでいただきましたよ。こちらのリプトンのミルクティーがですね、販売終了いたしましたー。マジでやべえって、ほんとに。僕のことをね、ちょっと前から知ってる人ならわかると思うんですけど、ビビるぐらいのリプトン中毒者なんですよ。まあ、リプトンの愛を語る動画だったりとか、他社のミルクティーの中からリプトンを見つけ出す企画だったりとか、このリプトンのミルクティーだけで動画を作ったこともあるぐらいの中毒者だし、まあ、これ写真を見ていただいたらわかると思うんですけど、もう、リプトンを愛し愛され呪い呪われた男ということでですね、ずっと飲んでて、しかもこれ大好きな味なんです。僕が求めていた全てがこのミルクティーには詰まっていて、なのになのに、はい、ポン、こちらの画像を見てください。はい、販売終了ということで人生終了と。皆さんも気になると思うんですよ。いや、これをなくしちゃったら、いや、どうすんだと。見てもらったらわかる通り、レモンティーとかそっちのものまで全部なくなってるんですよ。リプトンそんなのどうすんの。もしかしてもう会社ごと終わりなのかなって思った瞬間に、なんだお前。ということで、これからリプトンの味、そしてパッケージがこれに変わります。はい、ということで続いてのリプトンのミルクティーがこれになるらしいんですよ。ロイヤルミルクティーということで、もう一回飲んでみようと思います。なんか今までのものがなくなって新しいのになっちゃったっていうだけでもちょっと嫌な感じがあると思うんですよ。まあこういう話です。アイドルメンバーの中でですよ、まあ、元々5人組で活動してたよって人の中から、初期からずっと5人でやってきたんだけど1人抜けちゃいました。1人抜けてまた新メンバーが入ったら、その新メンバーって結構叩かれるんですよ。もうこれはね、もう当たり前のこと、仕方ないことなんですよ。まあそれと同じで、ちょっとね、飲まず嫌いしてたところがあるんじゃないかなということで、今飲んでみましょう。もういただきます。こちら新商品のロイヤルミルクティーということで、だよね、やっぱこうなんだ、そうなんだ、そうなんだ。これ、ちょっとここは間違えないでほしい。このミルクティーがダメと言ってるわけではないんです。まあ、リプトンさんのこの判断が別に誤った判断だとは思ってなかったんです。ただね、ただ、ここの中に、たった一人、こよなくリプトンを愛していた男がいたっていうことをね、みんなの心の中、そしてリプトンの社員の皆さんの心の中に残していただき、どんなに辛かった日々も、こいつと乗り越えてきましたよ。不安で仕方がなかった受験期の時だって、YouTube 活動をずっと頑張っている今だって、受験の当日だって朝飲んでいきましたから、本気で僕はこいつをずっと愛していた。そう、俺が言いたいのは、俺は、お前が好きだ!ということで、こちらのね、飲んでみた感想にはなるんですけど、わかりやすい例えが言えるかわかんないんですけど、牛乳なんですよ、そう。牛乳を飲んだ後に、ちょっとなんか膜が張る感覚というか、舌に残る感覚があると思うんですよ。それなんですね、これ。で、まあ、その理由にもなっているのがですね、なんとこちらにですね、この上に種類別名称っていうのがあると思うんですけど、そこがね、乳飲料になっているんですよ、乳。ということで、部類で分けられるなら、こいつは、乳飲料ですよって。で、こっちを見てみましょうというとですね、紅茶飲料になってる。多分そこが決定的な違い。まだ少し面影はある。別にね、めちゃめちゃまずいってわけじゃなくて、それはもちろん美味しいことには美味しいんですけど、僕は何を言われても、旧ミルクティーが好きでしたね。でも、まだ僕に一筋の光が舞い降りていたわけですよ。何があったかと言いますと、皆さん、こちらの画像を見てください。なんか今までと違うよね。そう。何があったのか。こんくらいの 200ml の紙パックのリプトンのミルクティー。まだ売ってるらしいです。って思ってたんですけど、今普通にホームページ見たら販売終了でした。人生終了だ。それを知った今、2箱買いました。いろいろ調べてみたら、戦争の影響を受けて、材料を運ぶことが難しくなってしまったため、
販売停止、そして新しい味のリプトンが売り出されたということです。結論、戦争反対。